間ぐらいだった2年間ぐらいだったから多分そんななんか持ち映像とかもないと思うんですよ、ね、あんまりそんなにあのちゃんとカメラマンも連れてきてる時は大半だったから多分そんなに材料がなかったと思う。持ちとかもないと思うんですね。でもその辺お姉ちゃんが、うん、あそれはなかった。逆にあ映像を撮られてるから過剰になったとかそういうことはない。あやっぱりリラックスできなかったのは最初やっぱり普通にしてていいよって言われるけどこれぐらいの大きいレンズがガッとあると恥ずかしいとか、あとなんだろうあの学校のそのファッションショーとかもまあカメラって多分公式の撮影はどっかにあったかもしれないけどあんまカメラマンなんか男のカメラマンが大きい人だったからずっと撮影されてるからみんなになんかなんで特別撮られてるのかすごい恥ずかしくてなんかなんだろうな例えば例えで言うとなんかなんか上下下着のままなんか田舎のお父さんがずっと来るような恥ずかしさにちょっと似てる感じでキャラ強いカメラマンの人だったからすごいなんか存在感があるから電車の中とかも多分電車の前に電車の中でこんな大きいグワーッと見えたら、うん、電車の中も知らなかったり多分そういうの全然気にしない人だったよね。あのカメラの富山さんっていうすごい強烈な人どこでももう撮るためだったらもう周りの空気とか全然関係ないって感じの人だったからまあ部分的には姉がなんかこのちっちゃいハンディカムとかに出てる時があってその方がリラックスできるのになと思ったんだけど、まあ、それは多分映像作る方としてはちゃんとした大きいカメラでっていうのがあったから、うん、そのがここに来ればいいのね。交流会だもんね。見たらこう話せばいいのなんか何でも質問でもそこの鉢巻きの。